はい、こんにちは、ショトです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。まあ、サブロムね、やっと3桁乗ったんで、こっちもちょっと順位上げて、で今日がもう25日で、今シーズンが、で今月なんか2月でさ、めっちゃ短くてさ、28日までしかないから、そろそろ2000とかにね、乗せてきたい時期にはなってきましたね。で、これどう考えてもウオナラゴン重いんだよね。ドヒドイナイト、ヤドランにしてるとエスパー受かるんだけど、ウオナラゴンは無理と。で、まあ、選手とりあえずね、これ抜けに投げないと、白バドが見れないのと、で、まあ、ついでにウオナラゴンも、まあ、まあ、それなりにはって感じかな。抜け人、プラス、まあ、無道はいないと、さすがにランドロス無理でしょ。で、まあ、砕き打とか打たせれば、無道に引けなくもないか。まあ、ロクブラとか、そういう抜け人に通る技を、ラゴンに打たせれれば、こっち裏に引けるから、まあ、抜け人無道って投げて、エスバがゲロだから、ヤドランを投げるってやると、まあ、無道がいるからミュッキも見れる。アシュレも多分抜け人でいけるんだよな。でもダイナ投げたい感じもあるな。いやでもジェット浮かんない、さすがに話になんないから、抜け人どこで置くかな。ヤドランから入るか。ヤドラン、抜け人、エアムドでいきます。ダイナ投げ、これ強引にだいぶダイナ投げたいんだけど、まあさすがにだね。ダイナ結構必ず毎回ほとんど選出僕してたんだけど、ダイナ投げなくてもいいかな。あんま投げない試合ないんだけど、いけるかな。で、ここなんだよな。ドラゴンから来た。ドヒドイナイツケがマジで回ってきそう。エラ神はまあまだいいんだけど、悪技が抜け人にも一貫してしまうため。な、負けるから入るか。悪技一回食らっても生のみでケアできるから。あ、エラ神は普通にまあまだいい。これ、ハチマキじゃないでしょ、多分。スカーフでしょ。ダメゲ一応するか。ヤドランにね、半分しか行かないのは。あ、じゃあこれハチマキか。ハチマキだけを多分大丈夫な方の乱数を割と引いていて。まあ固定したし抜けに引きたい感じもあるけど。鉄壁打つか。半分しか入んないか。意外と大丈夫だな。ここでやばいランス引かなければ結構大丈夫。こんなもんだったっけ。なんか、ヤドランで、ハチマキ物が浮かんないな、ドヒドじゃないと無理だなと思ってたけど、それあれか、こいつ残飯とか持たないからって話か。とりあえずこれで生っけて一回流せる。鉄壁積んだからどうなんだろう。割と、ランドロス。こっから出てくるランドロスで多分、無理くない？先にこっち鉄壁積んだら、これいけるぞ、ヤドランで。このまま。もらったわ。ここ出てくんのランドロスって相手相当きついよね。何出てくんのがまずい？アシレがちょっとめんどくさいけど、アシレいたらこうアシレ投げればいいから、ランドロスが出してると多分アシレいないでしょ。もう一回鉄壁しちゃうか。剣舞。この積み合いに関しては、正直そんななんだけど。ああ、今のとこネット打てばよかったかな。ここネット打つか。焼いてほしい。まあ、ラムならラムでもいいんだけど。で、ダイアス打たれる前にネット一回入れれたら、相当こっち余裕できるから。焼いて、おまけで。おまけして。ああ、ランドロスこれでこっから大魔切っても結構しょぼい。焼くのでかい。ラムかどうかが気になる。ラム。弾じゃないから、こっから、で、お互い、積んだ状態だから、ネット連打がいいかな。大魔切ってきて、アース打たれて、ってこと考えると、鉄壁でもいい。大魔見て、大魔して、鉄壁積んでるからいいか。ネット打っちゃおう。自信。これ、半分もいかないでしょ。ああ、そうだよね。等倍で食らってんのと変わんないから、
そんなに問題なくて、こっから出てくるウオノラゴンも問題ない。で、ヤドラン殺せるやつ出てきたら、一回下げて投げ直しても、ノラゴンには多分まだ間に合う。ランドロス処理できたのでかいな。だいぶ。まあ、ノラゴンがあれだけど、誰？バドレックス。鉄壁二回してるから、こっからの草技平気で、ラムももうないでしょ。あくび打つか。これあれだな。あの、ヤドランの選出結構、刺さったな。で、ラムがもうないから、あくびで、多分。ああ、この大草原は耐える、さすがに。鉄壁二回してるから多分ね、どんぐらいだろう、40% の多分、30% 入るか入んないかもしれない。3分の1。ああ、そんなもんだと思うけど。割と余裕持って耐えるから、そんなに心配はしてなくて。明日。これだったら多分絶対ほとんど食らわないでしょ。ああ。ヤドランで積んだね、相手。弾。火力あるね、弾あったら。で、まあ、次何飛んできても耐えるから、怠けるでいいかな。大草原撃ってくれたらこっち回復すんのと。アースレンダか。まあ、熱湯でじゃあ焼きに行きたいかな。寝るでしょ、ここ。そんで。怠けるでヒットポイント確保して、ダイマックスターンもなんか、しょぼい感じで相手終わったから。結構でかくて。うん。で、まあ、そもそもこいつ抜け人に多分勝てないんだよな。宿り着ないと抜け人殺さないけど、さすがにこいつに宿り着入れるやつあんまいないから、大丈夫だと思うんだけど。ここもっかい鉄壁でいいかな。で、ダイマないから、ああ、オッケー。ああ、なんとかあったね。じゃあ2戦目いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。これは、ヤドランは絶対投げたい。ヤドラン番機ダイナとかでいいかな。選出。ああ、まあかなりそれが安定してるか。まあ、カバルドンがちょっとうっさい感じはあるけど。いや、カバルドンうっせえな、マジ。どうすんだ、俺。でも別に。ああ、まあ今に始まった話じゃないしね。ああ、ダイナから入るのが強いかな。で、番機置いて、ヤドラン置いてとかで、いいんじゃないですか。カバから来るんだったらヤドランから入りたい気持ちなくはないけど。まあでも、ダイナだろうね。あ、これで。所定の、まだネクロ以外には、だいたい怪しい。まあネクロだけはちょっと、メガネだろうがなんだろうがネクロの方が対面有利だから。多分、ネクロの方が強いから、相手、なんでもできるんだけど。足場速攻3。カバから来た。まあドック入れたいかな。毒型なのバレるし、まあ、自身別に対して食らないでしょ。毒でいいわ。上から再生できるから、そんな困んない。で、こいつが処理できるなら、だいぶ後は楽になるから、とりあえず毒から。で、裏2体が誰かによるんだけど、まあ、ステロから巻いてくるんかな多分。地震から来る。ああ。まあ。まあまあまあ。で、次多分あくびかな。無限大のやっぱヘドロ以外ちょっと考えらんないな、アイテム。まあメガネとかで全然やることが違う方になるんだったら、話違うんだけど。まあ、受ける方だったらさすがにヘドロなんだろうな。いや、じゃないとウーラス受かんないから。どっちみちあれか。とりあえず再生から入って、で、相手どっかで、地震連打してても無限大で一緒してないから、あくびステロどっかでやんなきゃいけない。ああ、ステロ打ってくる。まあ、身代わりは見せなくていいかな。四つ目の技見せないと、相手ダイマックスをケアしなきゃいけなくなるから、それが結構良くて。で、おそらくここはあくびでしょ？何持って相手？残飯。残飯、はい。残飯持ってんのか。馬持ちいいね。でも、まあ、言うて、残飯持ってなったら毒入ったのだいぶでかいか。で、こっちカバルドンに対しては別に、番木を削んなきゃいいだけだから、あくびさえしてこなかったわ。
タプフィニ、はい。カバにもう毒入ってて、レヒレ、裏はネクロで確定で、この動き方するんだったらおそらく足パじゃなさそうな気がするけど。マジフレ打って、トリックかどうかな。残飯はでもないでしょ。トリックありそうだな、ちょっとだけ。ダイナヘドロ持ってってくれるんだったら、結局、サンダーとかいない限り、ダイナ別にいなくてもいいから。サンダーいてもまあバンギいるからいいんだけど、ウロスがいない場合以外は、でもいても別に投げて再生するだけでしょ。やること変わんないから。特にって感じだけどな。カバも毒になっている。トリックされるのは構わない。多分一番まずいの、ここでマジフレ打って、無限、あ、違う、ネクロ出てくることだから。まあ、通るなら身代わり打ちたいかな。ああ、遅いやつ。まあ、怒りとかだったとしたら、ああ、はいはいはい。枯れるの待、枯れるの待てばいいから、フィールドは。で、毒入れてもいいでしょ。やっぱ一番良くないのはあれだな。マジフル打ったターンに、ネクロ出てきちゃうことだから。それだけ一番嫌なんだけど。で、怒りは挑発は多分ある。まあ、でも砂でレヒレ削れるからいいか。残飯じゃない。レヒレが残飯の方が多分、鬱陶しかったかな。フィールド3ターン。まあ、もう一回身狩りでいいか。砂ここで切れるから、こっから、ヘドロ回復が入り始めるため。ちょっと、まあ、この次からがタクだけど、まあ、レヒレにはまだまだ全然投げれる HP 残ってるから、挑発のターンは本当は無限なや再生をした、押しておきたかったんだけど、まあ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 、ヤドラン投げて、足パネクロが一番無理だな、こうなると。じゃあ、こうマジフレ読みでネクロとか出てきそうな気するけど、そんなことないか？ないか？光。まあ、ヤドランはちょっと削れても再生力で治るから。あー、でもここまで削れるとちょっとあんま良くないな。鉄壁のターンに。まだネクロ竜舞だからまあ遅いでしょ。殺しに来るのは。まあ、まだいいか。ちょっと、ここ怒りなんかなぁ。いやぁ、やだらんで一回挑発もらってよかったか。なんか、いらんことしたかもなぁ。ちょ、裏、ネクロかどうか次第。本当に裏次第。あー、マジフレ押したターンのあれが嫌だけど、かといってやだらんでもっかい怒り食らうのもあんま良くないなぁ。捨てろ考えると相当やりたくないでしょ。マジフル打つか。一回。引いてないなら大丈夫で。血がもう一回下がるから。怒り。まあ、苦しいけど、ここ引くか。で、C2 個下がってるのと、ヤドランに座ってれば相手苦しいのはあるよな。じゃあ、ネクロか。いや、ネクロだと思うけどな、これで、裏。投げない理由がないと思うんだけど。いや、こんなことやってても足場あったら結局負けるわけだから、考えても仕方ない話はあって。怒りやめてくれると、ムーンフォースはいい。C2 段階下がってるムーンフォースだから、だいぶやばくて、こんなもんでしょ。C 下がるのはうざいけど。俺多分さっきより回復したな。怒りだったら怠けたい。挑発打ってくるかな。あ、ネット打つか。怒りが鬱陶しいけど。オッケー。挑発のポケモン全部タクだな。とりあえずここ焼いてください。オッケー。すごい。超すごい。こういうこと起きること考えるとやだな。残飯持ちたいけど。まあ、そうだとバンギ外さなきゃいけなくなっちゃうから、ちょっとそれもきついな。
こう挑発以外なら何でもいいかな。ダイナの上から動けるから。あ、挑発連打ちょっときつくない？焼けた以上。挑発連打もしたくないと思うんだけど。で、ムーンフォー耐える。怒りは死なない技だから。挑発かー。きついなぁ。ネクロ引きのタイミングだけが本当にやばいんだけど。いやーでも、レヒレ殺せて、裏ネクロなら、盆の実でもない。裏ネクロなら、いやー、裏を考えたらさすがにダイナ捨てれないわ。まだ雑に言っていいの？バンギかな？バンギ引くか。で、ウロスに対してはこっち一切捨ててから、再生って入ればまだマシだから、まあ、その動きで行きたい。で、レヒレこんだけ火力なくなってるから、バンギ殺されないし、相手も引いてきた、誰？コネクロやめて。カバはいい。カバは全然いい。カバはいいんだけど、あくびが鬱陶しすぎる。いやー、カバレヒレで、うにょうにょやられてんの、結構鬱陶しい。でも相手の方が、こっちを崩さなきゃいけない並びなわけだから、限度はあるっていうか、その、うん。あれだからね。とりあえず毒稼いで、自信、にまあヤドラン投げれたら美味しいか。あくびにヤドラン投げてもまあ再生力で砂とステロのダメージ以上は回復するから、なんか損益的にはプラスになるからまあいいかな。でこの試合多分だけど、いやーウーラス考えるとでも数的有利取んないといけなくて、とりあえずヤドラン引き、ここ多分自信打つと思うけどな。もう一回いやー、レヒレ。いやー、レヒレは本当に、焼ければいけるけど、焼けないと、マジで重たい。ああ、これもう一回引けば満タンになる、ほぼ満タンになるから、全然 OK で。ラストザップか。バンギー残しておいてよかったな。これだったらほぼ無限ダイナはいらない話になってきて。バンギラスは守ると残飯で、ヘドロ、あ、違う、ステロ分ぐらいは回復できてるから、割と悪くない。あ、カバルドンをだから押し込んで、なんとか。あ、まだ毒入ってるからな。だいぶでかいぞ。10万。弾だったね。ロックブラでいいかな。ジェットだったら大して入んないのと、サンダーでまあバンギーを、殺す殺せないみたいな話にやっとなってくるんだけど、そうだったら最後ダイナで上から殴れるから、餌上がんなければ雑魚だから。ダイマ切ってくんの見てからこっちダイマ切って間に合うのと、まあ守るある分こっちが有利でしょ。カバも有限なわけだし。うん。ほんとだったら10万ボルトに無限ダイナ、いやーでも玉ジェットで再生しても殺されるから、無限ダイナのヒットポイント回復するチャンスがもう二度となさそう、この世界に。ネクロいなかったって分かった以上、無限ダイナレヒレン投げて、マジフレバンバン打っていけるから、それはいいか。守って。まあ、レヒレ投げてくんのが鬱陶しいけど、レヒレかな。投げてきたね。でもこいつも、これまた次のターン、もう一回バンギ守って、レヒレ削っていいから、なんかきついのはそっちだと思うんだけど。まあ、レヒレのこれでムンフォが一貫、世界実感してるから、それだけまずいけど。まあ、バンギのヒットポイント過去でこっちもダイマあるからな。いや、次でダイマ切んないと成立しないか、こっちが。ダイロック、いやもう一回守りたいな。いや、でもストリーム考えるとこうロック打たなきゃダメだな。サンダーで終わっちゃうから。あ、まあ、でも、ストリーム打ってきて。サンダー台もしないから、多分無限なら生きれるんだけど。まあ、でもレヒレ削んないとだな、どっちみち。バンギ削った状態、あ、でかかった状態で、多分レヒレの攻撃何もらってもそんなきつくないのと、押し切れるのと、ザプドスは最後いけるだろうから。ダイナとバンギって両方いるから結構ザプドス熱いから。ああ、これでいいと思う。砂と、やけどのダメージ両方稼げるから。
だいぶでかいんだよね。なんならこれとさ、砂やけどで死ぬだろ。オッケー。死んで、はい。で、まあ、多分カバルドンが出てくるんだけど、まあ、ザプドスはあとは、2体がかりで見ればいいから、まあ、釣り出しがうざいかな。まあ、ウォールしちゃっていいか。なんか、ダイマックスターンが2ターン残ってるときに、即交代したはなんか、バレないんじゃないかと思ってるんだけど、わからんわ。じゃあ、ここにヤドランさえ置ければ、もうあくびで、勝ちだから、負けようがなくなるから、ほぼほぼ。無限大のヒットポイント回復できても勝ちなんだよね、こっち。で、まあ、でも、まあ、ヤドラン投げでいいね。どっちみち。ここで、釣ってくると、きつい、相手が。もう一回バンギ投げなきゃいけなくて、ワンギがステロで削れて、釣り交換繰り返せば相手がまだワンチャン。まあでも多分ダイナーだけヒットに立って、ある以上。うまいね。早く引くべきだったか。ダイマックスしてる状態のさ、回復量ってさ、その残飯の回復量って結局、事実上半分になってるようなもんだからさ、あんま粘る、引っ張る必要なかったかな。相手が先に一旦目で釣ってくるんだったら大ボールして、釣りを待つ方が強かったんだよね。それを考えると、なんとも言えないけど。とりあえず、ダイジェットを撃たれなければ何でもいいから。それ以外は大丈夫で。いやー、ステルスロックが、ステロがきついなーとか思うの、なんかバンギラス使ってる感じするな。大サンダーでしょ、おそらく。はい。ここから2体。しなさそう。しなさそう。しない。するわけない。ジェット撃たれちゃうと、暴風よけの運ゲーになる。とりあえずダイマックスターンは枯らせるから、暴風よけの運ゲーにはまだ持ち込めるわけで。とりあえずここ守んないと、ダイマックスターンは枯らしにも何にもなんない。いやー、これジェットが無理なんだよな。さったら多分、ジェットだったら耐えるから、6ブラ打って少しでも削っといて、あ、どっちみち、避けるか避けないか。ジェット打ってくるか。分かってんな、相手。いや、これ砂あるうちにさ、無限大な着地した方が良くないか。あ、砂なくなっちゃった。砂がなくなっちゃったけど、多分砂あった方がよっけるワンチャンあるから、ヤドラン捨てて、バンギ再着地して、それで無限大で回復し、頑張る、砂で頑張ろう。いや、ステロで削れるから、さっきの出せても、まあ、あんま変わんないかな。とりあえず弾ダメは稼げて、ダイマックスも終わり、バギンラスを投げて、で、吹き飛ばしがもう関係なくなるから、あくび打ってくるんだったら、無限大の身狩りを押さなきゃいけない。いや、暴風次第だな、本当に。避けんだったらまだワンチャンある。ここ、相手一回羽押したくないか？押したくないよ。いや、わかんない。守って。一旦、砂が残ってれば結局一緒だから、守ってもいいね。カバルドン引かれて、そうだったらカバルドンの前でバンギ引いたら無限大なんか絶対回復できるから、守っていいか。羽でもいいよ、全然。チンたら居座られる方がうっさいけど、そうだったら、6ブラで押していけるから、ぐだぐだやるんだったら多分、相手早くバンギ殺さなきゃとか思ってるかな。これワンチャン耐えないかつうか。10万とか。耐える話あるんだったら最後、寝れるから。
オッケー。まずいこと起きた。あ、頼む頼む。ここ動けばいける逆に。ねえ、もう、おかしいじゃん。おかしいじゃん。これだったら暴風避けなきゃおかしいからね。マジで。最後。これだったらバンギーさっさと死んだ方がいいよね。チンタラしないで。砂、管理されちゃう方がまずいから。ああ。ロックブラ打ってよくて。ねえ、それずるくない?いくらなんでも。なしかも3分出たし。価値でおかしいだろう。いや、これ10万は多分、耐え、ステロ入るからな。怪しすんぎだね。絶対耐えないな。ワンチャンあったじゃん、バンギ。10万一発麻痺引いて、それはさ、本当に、暴風で、耐えろ耐えろ耐えろ。バグって耐えなきゃおかしいよ。いつもこうだよ、こいつは。もう。ああ。